え？え？おっと、一足遅かったみたいっすね。どうしましょう。霊王宮への旅行券手配しましょうか。黒崎さん、あなたをあちらに行かせるためにね。ベース自体はゼロ番隊が降りてきた時点で事態を予見して黒土隊長が、まあそれでも全くのコピーとはいかなかったんすけど、こっちの砲台は一発打ち上げるだけで壊れますし、一発、まあそれは失敗しなけりゃいいだけなんですが、問題は打ち上げるためのエネルギー自体が足りてないということでして。あ、ヨルイチさん。わかんなさい。ヨルイチさん、守備は？俺。さすがっす。ピンシーどもが発生させておった歪みじゃ。二つの世界をつなげるほどの膨大な移動エネルギーの深いの荒いやつじゃ、まったく。さて、始めましょうか。